ことのぎ坂46で慶応義塾大学出身の山崎玲奈が5日深夜に放送された日本テレビ系午前0時の森に出演し、池袋の立教大生にクレームをつけた。山崎は、ネガティブ人間が集まる、お帰り、こっち側の集いに出演。この日は都内の様々な地域について、こっち側の人間が行きやすいかどうかについてトークした。埼玉出身の元 AKB48、島崎遥が、池袋って東京って言っていいんですか?と問題提起。埼玉から電車、一本で行けて、中学生までずっと埼玉だと思ってたんです、と語った。バル、ここで山崎は、私、池袋が一番苦手です、と苦々しい表情で告白、池袋民ですけど、何か、みたいな立教生がすごいいっぱいいるんで、と理不尽な理由で立大生を責めた、すごい怖いんですよと力説。さらに、何か、みたいな顔した人が実は埼玉県民だったりするんで、父母が狂うんですよ、と眉間にシワを寄せていた。山崎は学歴に恥じない学力でクイズ番組などでも活躍中。11月20日のインスタグラムではテレビ朝日系、Q様で共演した女優、井桁弘恵との仲良しショットを掲載した。井桁は早稲田大出身。